とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日もね、古代狩り行きたいと思います。パーセンテージは 80% 前後。まあ、いつもの通りだね。これぐらいで、やっていきたいと思います。まだね、出てきてない古代人がいるんだよね。多分この一体だけ出てきてないっぽいので。まあ、とりあえず、5周、頑張っていきましょう。それでは1回目の古代人。ここは、倒したことあるね。ここは倒したことある。新しいやつどこなんだろうね。どういうやつなんだろう。ヘビークロスボウ。でもね、このね、重力のこの金ハンマー、向いてるわ。一気にそこの周りにマラッと出るんで、そこをまとめて倒せるので、古代狩りにはね、向いてる。この金の重力ハンマー。あ、めちゃくちゃいいよ。あ、二回目出たけど、取れてなかった。まあ、ノーマル品の、弓が出ました。で、三体、昔は出てたけど、もう出ないんだもんね。うん、分かってはいたけど、すいません、取りだめの動画とかがあって、ちょっと紛らわしいことして、ごめんなさい。おっと、来た来た来た。ここは、倒したことあるな。ここはあるある。よし。お、やばいやばいやばい。なんか死にそうだったぞ。びっくりした。え、なんでなんでなんで。エコーがついてたからか。まあまあ、監視のサイスです。なんかやたら強かったな。よっしゃ、また来た。ここは？あ、ここ初めてかも。あ、ここだ。新しい敵。おそらくこれ。え、呪われた存在。おーい。あ、なるほどね。ちょっと戦いにくい。よっしゃ、でもカトラス。そうか。これが出るわけね。オッケーです。わかりました。あ、でね。コメントだけども、今度から見たときは、ちゃんと、見たよボタン、あれ押すようにします。ほんとすいません。最近押してなかったんで。それでは1周目終わり。あれだね、この重力のハンマー、一撃一撃が重いから、トゲがついてるやつが来ると、むちゃくちゃ食らうみたいね。あれはちょっときつい。で、ここはダメだね。よろしくない。おっと！あー、違った。うわー、スキルは、あー、マルチはついてないな。ダメ。よろしくないね。よろしくないですね。最初はまあこんなもんか。まあ途中でなんか、いいのが来てくれればいいや。はい。2周目いきまーす。2周目、一発目。無敵だね。無敵かー。こいつ、重力ハンマーでいけるか？ちょっと無謀な気はするけども。あ、いけなくはないぞ。あ、そうか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 。そうだ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 。凍結ついてるから、結構強いんだ。こういう相手に対しても。おっしゃー！結構強い強い強い。で、こいつから出たんかい。お前から出てたんかい。同じやつ入手した。まあ、スキルがいい方を使いましょう。はいはい、また来ました、無敵さん。また出してくれるのかい？重力ハンマーを。重力ハンマーの方が、雷よりもいいよね。こっちの方が、使い勝手はいいよな。あ、やば、結構やばいかも。やばい。わー、早い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 。お前、早い早いって。早いよ。よし、終わり。ああ、もう。あ、そうか。体験もここ出すのか。そうか、そうか、そうか。まあまあ、ノーマルクレイモア。はい、終わりました。見ていきましょう。よくないね。よろしくない。おっと。ダメ。全然ダメ。勇者のアーマー欲しいんだけどね。エンチャントがよろしくない。やっぱりね、クールダウン、なしでもいいかなって、
思うこともあるんだけども、やっぱり欲しいんだよな。ダメ。ダメ。ユニーク2つ出てきたけども、ダメですね。ウィンドボアはいらない。ああ、ダメ。3周目いきます。3周目一発目はここ。機械ソーブレードも、いいんだけどね。あ、でも、防具も出るか。あ、これも出るのか。そうか、そうか、そうか。まあ、どっちにしろいらないな。はい、また来たね。3周目のここ。ここなんだっけ？まあいいや。来い！ちょっと待って。なんか回復してるぞ。おっしゃ、おっしゃ、おー、来た！来た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 ！いいねー。さあ、このホークブランドは伝説の剣になり得るのか。楽しみだ。3周目終わり。見てみましょう。全部ダメだね。ノーマル品は話になりません。またノーマル品、あ、違う！違うぞ！これはスタッフーラー。あー、ダメ！痛みサイクルがついてるとまずダメ。アウト！防具もダメだね。防具もダメ。乱射か。ハープがね、全然見ないんだよね。ハープ出てほしいな。ダメ、ダメ、ダメかな。はい、4周目いきます。4周目一発目はここ。はい、フレイル系かな、出るのは。あー、ノーマルフレイル。おいおい、めちゃくちゃ減ったな。一発目はよろしくない。二発目に期待しよう。いい感じで出てきてくれた。ホークブランド。来い。おし、なんだ、あ、ダイヤの剣。おー、ほい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 。いいね。今、ノーマルの方の、普通の方の、マインクラフトやってるから、このダイヤの剣っていうのは、すごく嬉しいな。さあ、どんなスキルがついてるか。4周目また来た。いい感じ。で、さらに、ユニークが来れば、いいよ。お、なんか強えな。なんでだ。 HP が全然減らせない。なぜだなぜだ。あ、味方回復、味方回復がついてんのかい。もうもういけるでしょう。めちゃくちゃ回復してるこいつ。なんだなんだなんだ、すごいな。おっしゃー、すごい。今日はすごいぞ。これ伝説の剣生まれちゃうんじゃないの。いやー、やばかったね。めちゃくちゃいいのが出てきてくれた。まあ、エンチャント次第なんだけどね。では見ていきましょう。いらない。次。よろしくない。いらないね。はい。ダメだな。防具がやっぱ欲しいのよね。防具。一向に出てくれない。お、太陽の愛。おー、ちょっと横も達人だぞ。いやー、ダイナモはよろしくないね。あ、違う、普通の刀だった。いりません。はい、では、最後行きましょう。ラスト一周。出てくるか、ここで。来たら嬉しいね。冬の指先が。嬉しい。剣も弓も来るって最高だからね。まあ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 、スノーアーマーですか。スキル次第だね。ちょっと待って、あのね痛い、トゲがめちゃくちゃ痛い。また来た。いい感じだけども、ここはいいの出ないんだよな。まあいいや、倒しましょう。あ、強化メール出るか。強化メールということは強固なアーマーが出るのか。ああ、ここもまあ一応狙えるちゃ狙えるね。イエーイ、また出たよ。お、ここは、いい感じのとこだ。出るか？補修で初めて、剣がめちゃくちゃ出るっていうのが。ちょっと待って。こいつ本当にさ、グリムガーディアン、回復するよね。そういうスキルついてないのに。
なんだろう、あ、輝きか、輝き持ってるのね、あなた。そういうこと。さあ、5周終わりました。どれぐらい出たんだろう。まあいつもと変わらないぐらいかな。見てみ、おっと、いきなり剣があるけども、冬の弓か、ダメ、惜しいね。いやでもノーマル品装備したところでやっぱユニークと変わらない感じなんで、いまいちなんだよな。あ、チェーンか。チェーンは俺あんま好きじゃないんだよね。アウト。よくない、いらない、いりません。なかなか出ないな。まあまあそんなもんだけどね。金装備のいいものの発生率っていうのはものすごく低いもんね。ダメ、よろしくない。はい、よろしくない。では今日出たもの全てお見せしましょう。こんな感じ。はい、あ、結構出てるね。14個か。そこそこいい感じだと思います。では選別していきましょう。闇のアーマー、全くいらない。強化メール、いらないね。はい、ノーマル品から見ていくからね。メイス、いりません。クレイモア、いらない。クロスボウもいらない。はい、カトラス、いりません。で、下ヘビークロスボウ、もちろんいらない。クロスボウ、あー、マルチ2か、よろしくない。ユニーク出てるね、6個。これはすごく運がいいと思う。看守から見ていきます。はい、看守のサイス、あー、アイテムドロップか、いらないね、いらない。もともとその監視のサイズはね、チェーンがもともとついてるんで好きじゃないんだよね。ではスノーアーマー、あ、これはノーマル品だったか、いりません。重力からいきます。重力、はい、え、あ、俺が今装備してるとほぼ変わんねえな。あー、なるほど、旋風がなくて衝撃波か雷がつけれるってやつね。あ、悪くない、悪くない。これ取っときましょう。意外とね、衝撃波とハンマーがいい感じなんで、これは保留。次、ホークブランド、伝説の剣になり得るのかこれは。はい、あー、重力1、あ、重力1でも全然いいよ。で、あー、エンチャントが良くない。エンチャがよろしくない。全然ダメだ。エンチャがね、よろしくないね。はい、じゃあ上のホークブランド、はい。お、重力1。で、そうね。この手数のやつは、衝撃波旋風とあんまり相性がよろしくないんだよな。まあ、爆発輝きしたとしても、火属性か。あんまり好きな感じじゃない。まあまあ、輝きで、ものすごく発動させて死なないやつを作るっていうのもありかな。まあまあ、取っときましょう。ダイヤ、追い打ちか。追い打ちに、あ、追い打ちがついてるでしょ。で、クリティカルと弱体化、どっちともいいね。そして、重力がついて、あ、これはいいんじゃない?よろしいよ。もともと鋭利がついて、で、追い打ちでしょ?で、輝きを入れて、で、ここをね、重力。で、こっちに、火力重視だったら、クリティカル。
で、ちょっと防御面考えるなら弱体化を入れてやるとか。いい、いいよ。ダイヤモンドの剣、これいい。すごくいいと思う。はい。今回募集したところ、3つ、残すことができました。なかなかいいのが出た。今使ってる重力ハンマーとこれを、使い分ける感じにしようかな。で、武器、この2つも、いい感じです。今度使っていきたいと思います。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。